最高すぎんか。マイはテリーの弟の恋人兼ストーカーです。やべえやつじゃん。初期 JP とどっちがやばい。 JP ホンダじゃん。エロ。ちょっと見てみるか。あよはんよ、あよはんよ。緊急で動画を回してるかもしれないプロゲーマーが。いやでもマジで意外すぎるな。いやかっこよすぎるんだよな、アニメーションのこいつら。テリー、いや音楽の変わり方マジいいわ。マイ、いやまさかのね、ウルフォーからこんにちは、エレだ。そしてあと一人、ベガー。これ順番的に多分さ右からだよね。どうなんだろう、ベガー左からかな。これってどれから来るんだろうね。まあ、でも正直ベガーから来たら熱すぎるけどな。豪気ベガの順で来てるんでしょ、書いてある。お、ほんとだ、サマーだのアウタムンだのか書いてるわ。え、熱っ、豪気来てベガくんのこのゲーム最高すぎんか。楽しみだねベガ。でもなんかベガなんかね、なんか俺の知ってるなんかあのなんかね、あのなんだろう、鷹の爪だみたいな洋服じゃなくて、なんかもうはなんかね、脱いで白髪のどうな、何があったんだろうねベガは。まあ、テリーはそのままで、エレナもまあ、そのままで。マイ、俺マイがよくわかんないんだよね。そんなにマイというキャラクターが知らない。ヒーリングあるのかな。 SA2 ヒーリングとかだったらやばいけどね。懐かしいよな、サコエレナとか見てたわね。なんかベガね、なんか知らないおさえになってるよ。なんか闇落ち、まあずっと闇落ちしてるけどベガ。マイはテリーの弟の恋人兼ストーカーです。やべえやつじゃん。テリーの弟なんだしかも。でもマイエロいよな、すごい。テリーは強そう。いや俺スマブラのテリーしか知らないけど、まあでも強そうだよね。バックナッカオ、あとなんだっけ、バックナッカオしかないわ頭の中に。あそうだ、バシャー。えてかタメキャラになるテリーって。どうなん、テリーってさ元々ってタメキャラなん。あ、昇竜だけタメ。えめっちゃいいじゃん、俺テリー使おうかな。俺昇竜拳コマンド苦手だけど下タメ上なら俺得意なんやね。なんかまあとりあえず 見てみるか、そのキャラがどんな動きしてるかを。飯食いながらまずベガから見るか。ストリートファイター6のねベガはですね、膝とか強くて、あの2位ももう有利取れて、なんか一生グラップとなんかパニカン狙ってみたいなキャラでクソうざかったよ。なんかベガのくせに駒投げが追加されんの、 V トリガーってのを発動したら。で V トリガー発動したらなんか駒投げから爆えぐいぐらいのコンボつながってめっちゃ強かったよ。5のベガマジで強かったよ。そうなんか V スキルってのも裏回ってコンボできるし有利でめっちゃ強いみたいな。で下、なんだっけ、なんか上から来る技もクソ強いし、5の頃マジ強かったよなベガ。初期 JP とどっちがやばい。 JP、 いやベガはまだ殴り合いキャラだから。でもまあ多分その戦ったことないやつはえ何こいつって思うマジで。それで弱い部分といったら無敵技がないから、まあそこぐらいかな。ちょごめん、シャカシャカポテトごめん、本当にごめん。でもマジでよかった、飛びも強いし、ここここここ今のもあの2ショット当てた後タクなんだよね、打撃か投げの。タメキャラ、うん、タメキャラ、タメとコマンドがある。マジ減るからねこのコンボだと。膝が強かった、膝の蹴り上げ。いやエレナもやばいよ、まあ、マジでやばい。
俺ウルフォーから始めてちょっとしか知らないけど、まあ、エレナマジで大会によくいたね。エレナはヘイリングって言っておもろいよ。そのコンボをやった後発動するとある程度まで回復できるんだけど、相手が何もしてこないのを読んでボタン長押しして全部ヒーリングすると HP の3分の1ぐらい回復するんだよね。出たこれ裏回り、これマジクソです。これベガの EX なんかなんちゃらかんちゃら 裏にも判定あるんだよねあれ。ちょテリー見てみるか。テリーは何見た方がいい？スマブラ？テリーないの？テリー集みたいないの？テリーって KOF よな。これ今最新のテリー、これふざけんなよ。全部なんか有利っぽいぞ。ホンダじゃん。はあ、強っ。やばっ、かっこいい、かっこいい、めっちゃかっこいいじゃん。なんか格ゲーってそういうところのつながりあるよな。割と来たテリー、これを見たかったんや。ホンダじゃねえかよ。え、ちょっと待って、強くねテリー。は？待ってな、おかしくないなんかこいつだけ様子が。本当に？なんかこいつ強すぎ。すげえ、3対3なんだ、初めて知った。なんだそれ。かっけー、ヘール嘘だろ。前や前、エロ、エロくね、めっちゃ谷間見せてくるやん。え、なんかサプフォみたいのなかった今。あ、何その技。あ、やばい、前死にそうだけど、全然前死にそうだけど、エロ、エッチだなこのキャラ。おおお、めっちゃおっぱい、なにその肘なに今の肘アタック、うおうおお、すげえ減りすぎ。うぜえな、なんかドーンとか言って、おお空投げ、勝った。おエレナ出てきたぞ、エレナ。1時間前にアップロードされてんだけど、関連動画で。もうスキンがもう、これマジでうざいからな、エレナ。ちなみにマジでのひたすら下段下段中段下段下段下段中段下段回復回復下段中段回復下段下段中段回復ってキャラだからね。でもさすがにこんなんじゃないでしょ。これ回復しますからね、これ。あ、もう終わり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 。で、昇竜も持ってるからね、こいつ。なんちゃらかんちゃらホイールっつって、これ昇竜です。無敵ブッパあります、なんと。マジで下段下段中段下段中段下段下段中段玉抜け下段中段中段下段下段中段みたいな中段投げ、はい、下段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 、はい、置き攻め、
なんかカポエラみたいな動きしてるよねこいつ。下段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 中段下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 段中段クソクソでしょマジ。こうやって見たら下段下段下段、あ終わり、あヒーリング。そうコンボはねむずい、壊し壊し壊しコンボめっちゃむずかった気がする。シックスはパリでなんとかしてね。いやまあコンセプトがこのままじゃないと思うけどね。まあっていうヤバいキャラがいたっていうね。まあそのキャラクターたちが追加されるという